イエナはドイツの駐輪研州の都市、イエナと表記されることもある。人口10万、バイマルから列車で15分ほどの距離にある。フリードリ・ヒシュラー大学イエナを要する歴史の古い大学長であることや、精密機械メーカーのカール・ツァイスがここで創業したこと、1806年にナポレオン戦争の戦いの一つであるイエナ、アウエルシュタットの戦いが、 近郊のコスペダで行われたことなどで知られる。ドイツの中央よりもやや東側に位置する。シートエアフルトの東 40km、バイマルの東 20km、ライプツヒの南 70km にあたる。ザーレガは、フリードリヒ兄弟、アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲル、フリードリヒ・ヘルダーリン、ヨハン・オットリー・プ・フィヒテ、フリードリヒ・シェディング、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルらが挙げられる。 また、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテもしばしば、イエーナを訪れて、大学の運営に携わり彼らと会合したり、大学での実験や研究に参加したりしている。後には、エルンスト・ヘッケルや、カール・マルクスもイエーナに居住した。科学史上では、イエーナは19世紀から20世紀初頭における、ドイツの自然科学の発展の拠点として重要である。この時期に、カール・ツァイス、エルンスト・アブ、 オットーショットらは、産学共同の体制を作り、顕微鏡をはじめとする精密機器の生産を推進した。カールザイス社や良質なレンズの材料を供給した、イエーナショットグラス社は、産学共同の中心としてこの町の、精密機械産業の発展と世界の医学、生物学分野の研究の発展に貢献することとなった。その歴史は今日に受け継がれている。 20世紀における二度の世界大戦時には、カール・ザイス社は、軍に、双眼鏡、潜水艦の潜望鏡などの物資を供給する役目を、課されていた。現在では、過去の技術的な蓄積をもとに、新たな精密機械工学の分野にも参画し、ドイツを代表する企業の一つとして、現代社会の発展に寄与している。イエーナを拠点とし、カール・ザイス社の顕微鏡を使用して、 研究を進めた代表的な科学者の一人にエルンスト・ヘッケルがいる。彼はチャールズ・ダーウィンの進化論を一般に啓蒙したことでも知られている。ヘッケルはその研究活動の過程で発生学と進化学の研究の発展に貢献し、生物系統樹を提唱した。教育学史上ではキンダー・ガルテンとの関わりがある。 フリードリヒ・フレーベルはスイスで幼児教育活動に従事していたヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチに支持し1840年に世界で初めての幼稚園をドイツで開設した。その活動の素地は彼が若い頃学んだイエーナ大学で形成された。サッカークラブの FC カール・サイスイエーナはかつて東ドイツを代表する競合の一つであった。 東西ドイツ統一後に、ブンデスリーガ2部からスタートした。このクラブは、一時は4部リーグまで降格したものの、近年は再びブンデスリーガ2部に昇格。人々は、我が町のクラブとして熱い声援を送っている。町の主だった人々は、宗教改革期以降、ルター派に改修した。実際に、マルティンルター自身がイエーナに滞在して、説教を行ったという記録が残されている。現在も、 福音主義教会が主流を占める。イエーナは中部ドイツ福音主義教会ゲイラバイマル教区に属している。19世紀以降再び少数のローマカトリック信者が集まり、イエーナ最古の教会である聖ヨハンバプティスト教会を再建して用いている。現在は他にメソディストバプティスト派の教会も置かれている。イエーナのパノラマ1989年の東西、ドイツ統一後、 第二次世界大戦の空襲によって破壊されていた施設や家屋の改修が大幅にスピードアップして進められ、街並みは美しさを増しつつある。ありがとうございます。